さて後半は体のことについて説明をしていきます。身体を構成する物質、水素、酸素、炭素、窒素、リン、硫黄、6つの元素が主で、あと微量に含まれている元素がありますが、人間一人の材料単価、これを計算しますと、去年優勝しました御嶽海、そして私たち、すべての人の材料単価は、たかだか3000円前後なんですね。ところが、細胞一つには遺伝子が組み込まれています。そして、人間には37兆個の細胞があると言われています。そうしますと、人間、生きている人間の一人の価値価格は37兆円ということになるんです。そしてその人間の体ですが、骨によって支えられています。私たちの体の骨組みを成している主な骨だけでも206個あり、それらがきちんと配列、連結されて人間の骨格系が作られています。さらに骨は骨格を作るだけでなく、まず、体の支柱となる支持作用といくつかの骨が集まり骨格を形成し、脳や内臓などの重要な器官を収めて保護する保護作用、付着している筋の収縮によって関節を支点として運動を行う運動作用、また骨の中には造血機能のある脊髓骨髄があり、赤血球、白血球、血小板を絶えず新生する造血作用。また、カルシウム、リン、ナトリウム、カリウムなどの電解質を骨の中に蓄えて、必要に応じて骨から引き出す。そして血流によって送り出す電解質の貯蔵作用などが挙げられます。また、筋肉はみんなで650個余りもありますが、これらも普通真ん中が膨らんでいて両端が細くなって、膨らんだところは赤い色をしていて柔らかな筋繊維の束でできています。この、筋肉も絶えず新しく作られて、新生された3ヶ月以内の筋肉には、筋由来のホルモンの入った袋があって、運動することによってホルモンが放出され、そして血糖値や血圧を正常に保つというような働きも分かってまいりました。また、血液、血管の構造と働きを見ますと、大動脈には非常に太いものと細いものがあって、全身くまなく張り巡らされた血管の総距離、なんと10万キロ、地球を2周以上取り巻くことができる、それぐらいの長さの血管が体中に張り巡らされて、その血管から新鮮な酸素や栄養素が送られ、組織の隅々でできた老廃物を回収し、二酸化炭素を肺に戻しています。血管の役割は、非常に大きく、私たちはおぎゃーと生まれて死ぬまで血液をの流れを止めることはありません。そして、神経。神経は核のある細胞体と軸索と樹状突起の3つで構成されていますが、この神経が脳から命令され、全身くまなく調整をし、そして
自分の意思によって運動し、体力を高めることもできるわけです。骨格筋を自由自在に操れるのは、神経を通じて送られる大脳皮質からの指令がなければ、骨格筋はうんともすんとも動きません。身体の運動を司る運動神経が骨格筋を支配しているのです。このように、運動器と呼ばれるものによって、私たちの健康が保たれております。ここに書きましたように、骨格筋を鍛えるということは非常に大切なことで、例えば呼吸一つとってみても、肺には筋肉がありませんので、肋間筋や横隔膜や呼吸に関する筋肉がしっかりとしていなければ、息を吸う、吐くという単純な動作もすることができません。トレーニングによって、私たちの機能は維持、向上するということになります。特に、有酸素運動。この有酸素運動が脳機能を維持し、さらに高めるということも分かってまいりました。ところが、現代人の行動を見ますと、気がつかないうちに楽な方を選択しています。意識的に機能が低下しないように、心がける必要がありますし、もしもの時に困らないよう、やはりボランティアを生活する。これも大切なことです。一旦災害が起こってしまった場合に、ライフラインが止まったら、私たちは人を助けるにしても、自分の身を守るにしても、自分の意志で、自分の筋力で、力を発揮しなければならないわけです。そして、人と関わり合い、助け合う。この社会的な役割を、すべての人が担う必要があるわけです。元気な人が弱い人を助ける。これが重要なことなんですね。そのような、エビデンス、運動のエビデンスや、栄養について、また口腔ケアについて、様々なことが分かってきた。この時代に、私たちは亀岡市と一緒に、介護予防サポーターを養成し、地域の力を、地域の元気に活かしていく仕組みを作っております。介護予防サポーター講座、年2回、10年継続開催しています。そこで育った人たちが、このように、高齢者施設で、体操教室をし、そして80、90になっても、下の写真のように椅子に座っても体操祭に参加。そこで海外の演技を見たりということで、感動を持って帰っていただく、そんな仕組みを作っています。これからの高齢者像、自立した元気な高齢者が 60%。宮崎秀吉さんやヨハンナ・コースさんのように超元気な高齢者が 20%。残りの 20% を増やすか減らすか、これが大きな問題です。さて、85歳の男性で運動を生活習慣にして継続した人と運動を全くしなかった人の、これは MRI の脳の断面図です。わかると思いますけれども、運動しなかった人の脳には白いシミがたくさんできています。やはり生活習慣の違いが脳にも大きく現れるという証です。これはどちらかが50歳で、どちらかが35歳の全身のMRI 画像です。さて、どちらでしょうか？実は、左が50歳、右が35歳です。見ると、35歳の太ももの脂肪が
たくさんついている。50歳代の方が脂肪が少ない。筋肉は両方ともしっかりとついている。というようなことがわかります。軽度・中等度の運動を持続的に続けると、がん、糖尿病、脳疾患の発症率が少ないということや、脳の虚血性変化がほとんど見られないというような論文が多く報告されるようになりました。運動はもとより精神的ポジティブ思考は健康寿命を伸ばすと言えます。特に日本にあっては1963年、100歳人口が153人であったのが、去年2019年には7万人を超えました。その100歳以上高齢者の 80% が女性です。これは、経費老人ホームで9年間体力測定をし、1年目のデータと5年目のデータがある人について分析をしたグラフです。10メーター歩行速度について、太い実線の丸印は、自立していて5年後も自立していた自立維持群。ほとんど10メーター歩行速度に変化はありません。若干下がっています。太い点線の丸は、体操や足踏み運動参加群です。朝はラジオ体操、そして日中は午前と午後10分に足踏み、月1回の体操。そして三角の細い実践は、要介護認定された人たちの5年後の体力です。これを見ますと、要介護認定群の5年後の歩行速度が遅くなっているということがわかります。そして、点線の三角、運動に不参加だった人たちも、体操足踏み参加群よりも、早く歩けていたにもかかわらず、なんと、5年後には、体力の歩行速度の遅い人たちよりも、もっと歩けなくなっている。逆に、体操足踏み参加群は、5年前の歩行速度よりも、若干早く歩けるようになっている。ということを表しています。このように、運動が生活習慣として定着することが、介護予防、健康増進につながるのですが、それがなかなかできません。地域包括ケアシステムでは、住民を主役に、健康に関する専門家が、協力して、皆さんの、いつまでも元気に暮らすためのお手伝いをするというような、未来の地域包括ケアシステムの姿をイラストとしてまとめています。健康教育をしっかりし、ここの人が正しい生活習慣にのっとったライフスタイルを送り、みんなで豊かな人生を送る。そのような体制づくりが求められているのです。そこで、亀岡市では、高齢福祉課が運動習慣を定着させるためのツールとして、健康長寿亀岡お宝ノートを作り、そして、市民の自立グループ、自主グループ、つなごう手と手が、サロンで、たとえ1分でもいいから体を動かして、錆落としをしましょうと、社会福祉協議会と連携しながら、活動をスタートさせました。後期高齢者のためのビタミン体操。美は美しい姿、
美しい体型や美しい姿勢や美しい笑顔というように、美しいという漢字の美と、たは楽しく、みんはみんなでやる体操。そして私は1分体操を作りました。1分体操は月曜日から日曜日まで体の全身を動かすことができるプログラムになっています。介護予防をするには、まずは無理のないことから始める。楽しく集える場を作っていくということが大事になります。外出、歩くこと、そして体操をグループでして、筋トレ、様々なことを継続していくことで、介護予防や健康増進が実現します。ここに書かれているのは、運動による効果ということになるのですけれども、最終的には亀岡市内23の町で、23町で、5分前後で行ける集いの場があること。後期高齢者のためのビタミン体操の提供、またはこれまであった、花を植える活動や、写真の愛好家の活動、また私たちはフォトロゲーニングという町の歴史を探索しながら、1時間以内で名所旧跡を何箇所回れるか、それを特典化するニュースポーツ、企画したりと、亀岡の老若男女が楽しく集いながら健康づくりに役立つような仕掛けづくり、それを展開しています。本日から私たちは自分のプロフェッショナルな専門分野でお互いが情報交換し、目の前の住民に対し有効なアドバイスをすることで、住民が行動力を持つ、手助けをする、この実現を目指したいと思っています。介護予防をいかに進めるか。これがキーポイントなんですが、ヘルスプロモーションの方向転換。これを一緒に考えていきましょう。私たちは市民が運動習慣を定着させるためにどんなことができるでしょうか。8月2日、ズーム会議で皆さんと一緒に考えていきたいと思います。本日はご清聴ありがとうございました。